はい、始まりました。はい、皆さん、おはようございます。おはようございます。いきなりインスタライブ、いきなりインスタライブ。昨日に続いて、なんだっけ、ここは月岡温泉。うん、朝ね、太陽光で、昨日ご紹介した、置けるんだ、パッと。この辺をね、昨日 YouTube ライブで言った時に太陽光でも見てみたいって人がいたから、早速。おー、はい、ジェイさん、今日はおはようございます。今日は太陽光が結構強いね。今日は雪と晴れが共存してました。晴れてます、ね。だからちょっとね、この太陽光でどう見えるかやってみようかと。あとこんなのも、これ色合い的にこれもどうかな。伊勢さん、おはようございます。こんな感じですね。そうですね。この下の3つは昨日の YouTube ライブでね、最後の方でご紹介したやつですけど、はい。昨日は日没間際に撮ってたから、結構シックな感じで撮ってたけど、はい、太陽光撮影でギラギラいってどう見えるか、はい、やってみようかと思います。はい。ああ、よいしょ。じゃあこの手でいける。おっ、晴れてるけど雪も結構ちらっと降ります、ね。降ってくるね。うん、大きい。お、なんだ。降ってきた。かなり降ってきた。まあ太陽が出たり入ったり、雲に。今雲に隠れましたね。あ、プルプルですね。お、また出てきたよ。開いた。こう。今度はこっちの状態が入ってるね。で、こっちに向かって、そうそう。太陽光が。まさにスノーコースですね。雪の上で。コースですけど、スノークォーツ、と呼んでるんですけど、こんな感じね。晴れてます。落としちゃった。ああ、埋まってます。危ない。ギリギリ。埋まってます。宝探しみたいな。宝探し、危ない。危ない。危ないね。もう氷が出てきたみたい。氷の塊。氷の塊。すごい。雪がこう氷みたいですね。これ塊が。すごい太陽光が強いんだけど、雪もかなり降ってますね、今ね。うん、どうですか、キラキラ感は。キラキラ感どうか。手を使います。ちょっと小作品のストリン、はい、6.97 あやとりカット発掘現場目撃。皆さん、木の上に置くと、昨日はやらなかった、ファイヤーも見せてみます。はい。これ結構真っ白な雪に映えるんじゃないかな。
と思って出してみたんだけど、うん、確かにファイヤーがバチバチ。いや、どう？もうね、眩しくてわかんないけど。眩しいね。この雪の反射も。眩しくてあれだね。これ例えば空はどう？でね、でピントが合わない。太陽が正面に入ってきて。ちょっとピントが合わない。後ろの背景にやっちゃいました。はい。まあこれが1.45。リオちゃんの？リオちゃんのトリリアンドですね。はい。次これだ。次こちら。これ一番新しいやつだね。クッションで。クッション。1.34。埋もれないように。埋もれてもこれならすぐ分かるか。真っ赤。はい。藤田さん、シチュエーションバッチリな天気ですね。そうなんですよ。青空まで出てきたね。うん。朝のうちはすごい降ってたよね。結構降ってましたね。ちょうどこう雪と晴れの境目っていう感じでした、うん、朝は。はい。おーやっちゃったよ。すいません。あっちもだけど分かるというすぐにね。よいしょ。はい。おお、いい感じだね、太陽光が。うん。眩しいね、このファイヤーも。うわ、突き刺さるような閃光が走ります。雪とファイヤーパール。雪とファイヤーパール。いいね。はい。じゃあね、うん、とりあえず、はい、こんな感じなんです。お見せしたかったのは。バスの時間が迫ってる。はい。やりたかった。そうそうそう。うん、でこれを、うん、まあいよいよホームページの方に出品していこうかなと思ってます。うん、はい。はい。まあ問い合わせがあるのもあるので、そうですね。それをまずお答えしてからにしますけれども、はい、うん、そんな感じでいきたいと思います。はい。はい。親切だから見事に埋まる。そうです。埋まりました。はい。柔らかい。柔らかい。じゃあそんな感じですね、はい、あとはちょっとこの景色を軽く撮ってもらって、うん、マーキス型にへこみます。いや、マーキス型にはへこまない。マーキスではないので。眩しい。これから新潟に向かいます。あ、なんか雨が降ってきた。カッパ行きますか。よいしょ。あーだ。あーだ。危ないよ、危ないよ。お、いる。あー、昨日のライブで。ちょっとお伝えできなかった音姫のやつですね。あやさん、おはようございます。うわ、こんなでかい声がいる。うわ、でっかい、でっかい。うわ、しかも親子か、あれ。うわー、すごい。親子が行った先にカッパがいます。カッパがいます。
昨日の乙姫はこれね。そうなんですよ。これの動画はずっと。乙姫って。いやすごい。看板がちょうど向こう向いてるけど、あそこにカッパ注意って書いてある。あ、そうなんだ。それが俺の部屋から見えてたんだけど。カッパ注意って何って感じですよ、ね。注意も何もって感じだけど。鯉が、てか水が綺麗ですね、やっぱり。非常にクリアな水。すごくよく映ってるね。いい感じです、すごい。水面も美しい。カッパ。ということでって感じかな。はい。バスの時間もありますので。そうですね。はい、ここら辺で、うん、じゃあさっきご紹介した、うん、この辺ですね。これで落としちゃったら怖いね。怖すぎる。はい、この辺、はい、見えるかな。はい、ちょうどなんか、そうなんです。はい、いいですか、見えますか。もうちょっとこうですか。うん、はい、この辺はお問い合わせいただいているものは、はい、個別に対応させていただいて、他はホームページの方に出してみようと思います。うん、はい、カパ姫様、カパ姫。はい、この雪景色、雪景色&何、この太陽光撮影ということで、ほんとスノークォーツって言われて、スノークォーツだな、これ。スノークォーツね、行きたいね、これね、新作あやとり。はい、こんな感じですね。はい、ではでは、はい、バスに、バスの時間も迫ってますので、はい、ありがとうございます。はい、じゃあまたどっかでライブします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。はい、じゃあさん、朝からガンフクありがとうございます。はい、ありがとうございます。新潟向かいますね。はい、さん、ありがとうございました。晴れかつ。はい、失礼します。はい、さよなら。